いや、放たれてんじゃん。放たれてるやんけ。え、そういうシステムなの？なんか余裕に放たれてんだけど。なんかいろんな生態系が。捕まえられないかなこれ。早っ。ここの早っ。無理だわ。都内によって全然違うぞ。あ？お前のやつはさ。何が？マットとかさ。いやどうしたの？やめくせってなんだ。やめくせって都会のやつは、あ、そういうこと？ロフェほしいな、行ってこいよお前。お前ヤギ、ヤギ同士の挨拶してこいよ。めー。あ、やっぱ二人じゃない。そりゃそうでしょ。そっちきついよ。白ヤギさん、黒ヤギさんどう思う？うーん。OK。黒ヤ、まあそこにいいんじゃん。黒柳さんは。あ、白柳さんは。黒ヤギさんもここにいるよ。あ、本当だ。白ヤギさん。え、こっちの白ヤギさん、あ、あるか鎖。すごいね星野、雑草取りも兼ねてるのね。いいシステムだねこれ。でマジ異様なほど人間に慣れてんな。多分常時放たれてるからだと思うけど、夜以外なんだっけ。すげえな、餌あげなくていいのか、雑草取り兼ねてるから。うん、素晴らしい。お、大丈夫か。それはちょっと危険だよな、紐。結構元気じゃん。びくともしねえよ、本当に人間慣れてるわ。はいはい。触った感想を言っていい星野。星野の髪の毛より勢いしすぎかもしんねえ。いや、舐めてたわ俺。ヤギの毛並みとか言ったけど、ヤギの方が毛並みいいかもしんねえ。何、何だ俺は。超毛並みいい。もしかしたら結構頻繁にブラッシングされてんのかもしんない。なんか、星野の髪の毛マジ毛並みいいわ。それ、それやめた方がいいと思うよ。ちょっときついんじゃねえの。ブラッシング髪の毛毛並み。いいと思わなかった。めっちゃ毛並みいいの。俺見たら日じゃねえし。僕は普通に触ってたいぐらい気持ちいい。てかさ、うちの犬にめっちゃ似てんだけど毛並み。色も。お前一番犬あれなの？ヤギ。最終進化系これなの？あ、それ。あと5年ぐらいしたらこれなんじゃない？え、こういう足する時もあるよ。でも匂いって伸びるよ。そうそう、角生えてくるんじゃないの？あ、そうそう、来る。そうそう、時期じゃん。気がち？気がちな、お年頃かもしれない。ああ。あのヤギだけは毛並みだけかもしんねえからな。気づかれた。気づかれたんだけど。うん。そう。ああ、さっきのヤギの方がやっぱ毛並みいいわ。じゃあ俺、俺いいじゃん。俺いいか。いや、尻尾振ってる。さっきも言ってて。言ってんだ。あれがね、日向ぼっこで気持ちがいいのかね。ちょっとじゃあ星野も触るね。なんかこれ、なんかどっちがヤギかわかんねえな。ちょっとさ、星野さ、このヤギに近づいてちょっと待機してよ、一回。行くよ。まずさ、触んじゃん。わかったわ。こことここの対決はね、こっちの方がヤギだわ。ヤギに勝つって何？俺がさ、石破より石破のものがうまい自信があるみたいなさ。ヤギよりヤギ、なんかヤギの髪質に近い。ヤギよりヤギ
クルヤギさん見てみる。クルヤギさん見てくる。見てみる。あ、そうだね。おさわりしてみる。クルヤギさんちょっと毛並みがあれだよね。もしかしたらあれだろ。あれね、染めてるからね。髪傷んでる。これ、あのタイトってことはさ、クルヤギさんさ、これでさ、すごいさ、なんか臨場感ある写真撮る、動画撮れんじゃん。やっぱこれブラッシングされてるな。大事に育てられてるんだよ。お腹タプタプだもん。一瞬黒ヤギさん見た ね。お手紙かな。黒ヤギさんからお手が、お手紙食べた。要は星野、白焼さんの写真を撮れるから十分。そこそこ頑張ってる白焼さん、ほら。これで家行ってる。あー、これ愛車のやつだ。ヤギにはさ、あのアイスが食べれるところもさ、ヤギ飼ってるけどさ、こんな状態触れ合えないからさ、こっちの方が上かもしれない。その点に関しては。おお、落ち落ちって、なんか、お、見知らぬ地に行く。危ないって見知らぬ地かもしれない。落ちました。すげえな、異様に臭くな。めっちゃお腹パンパンじゃん。すごいな。でも本当にこれこそさ、俺らのカメラでいうさ、無限充電システムで餌あげずに毛並みだけ揃えて、うん、じゃあそうそう、黒焼きさん行くか。一回行こう、黒焼きさん。クロヤギさんにも意外と毛質いいかもしれないよ。クロスさん、クロスさん、ちょっと外出てる。クロスさんスター？クロスさん。お、違う、星野の髪質じゃない。違う。あれ人間じゃん、あれ、うん、あの、あれどれ、あれ人間、あれ人間じゃん。これヤギじゃん。ああ、これね、デッキブラシみたいな感じ。デッキブラシか。うん、触ってみて、デッキブラシっぽいから、ちょっと無機物になってる。あの緑のさ、ブラシあんじゃん。うん、あれみたいに生地してる。デッキブラシみたい。本当だ。いや、横になったデッキブラシみたい。なんか無視いるよ。本当だ。あれ釣んのは困難だな、なかなか。あれじゃん、網で救うタイプじゃん。そういう。この絵面面白いの、星野。危ないから入らないでねーんとこにヤギ入ってるよ。ヤギがほら危ないから入らないでね。危ないよ、ほら。でも実際危ないよ。ヤギは大丈夫だ。あ、でもギリギリ踏みとどまるようになってる。これさ、ヤギさ、鎖こっち向きだからいいけどさ、逆側になっちゃった瞬間ずりって落ちちゃうさ、ずっと首締まり続けるよね。しかし救ってあげなきゃ。ちょっとこの位置危ないんじゃない。網で救うの。やっぱでも俺はこいつが一番好きだよ。毛だね、やっぱ毛がいいね。なんかさ、一周回ってさ、ラーメン食べてる時星が見えてきたんだけど。おい夢中だ。
かいよそれ。どうしよう、ラーメン食べてないで、こっち向いて。おーい、ヤギ欲しいな。なんだどっちやねえよ、ヤギやめんなよ。おお、びっくりした。はい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 。いらないって。よし、上がったぞ、欲しいな。こいつこの草をことごとく避けてるぞ。食べたくない、こいつ。この雑穀草しか食ってないぞ。雑穀草が欲しいんだ。そうなの、欲しいみたいだな。だろ、どこが星野、さっきこの揚げ物みたいなの食べようとして揚げ物、この揚げ物ダメ。でも避けてるから大丈夫だよ。うん、へこんでる。これなんだろう、このゾーン、へこんでんだけど。無風なゾーン。